あ、はい、今日6月6日に向けての、産卵の準備をします。前回、ちょうど1週間前なんですけど合わせてうまくいかなかったので、今度は、メス、これがメスです。メス2匹、メス2匹とオス1匹、これオスなんですけど、あとオスです。つまりメス2匹とオス4匹でかけてみます。狙い撃ちをしようと思いましたけど、前回失敗したんで、失敗をするともう産卵の適期が過ぎてしまうんで、今度の6月4日、欧州で満月を狙っていきたいと思いますので、ちょっと確率を高めたいと思いまして、メスが2匹でオスが4匹でかけます。メスはちょっと見てください。これはメスです ね、メス。でこれはもうこの間取ったやつのメスですね。これメスですね。もうふにゃふにゃです。こいつはオスなんで、ちょっとメスの中にオスが入ってたんで一緒に入れてしまいます。でこれはもう、前回の産卵で本命と、第一本命使いましたけど、第二本命が、あ、本命、第一本、あ、第、本命、第一本命、第二本命も入れましたんで、これで2対4で、2対1、2、3、4つでかけたいと思います。これが今年のちょっとね、最後の、合わせ方でやってみたいと思いますんで、見てってください。はい。来ちゃっていいですよ。あ、ちょっとこれ、よく撮っといて。ハイブリッド効くかどうか。はい、すいません。じゃあ、メスが2匹、オスが4匹ですけど、これで入れたいと思います。はい、導入します。6月3日、頑張ってください。こっちは種虫でございます。オスはこっちです。これが、4歳ですね。で、この2匹が3歳です。これはオスです。いきます。これは1回繁殖でこれとこれ使ってるんで、これは今回ちょっと新しく導入したオスです。こんな感じですね、オスですね。これも、本命、ね、第二本命なんで、交差していただきました。では、いきます。まあ自分で行くまでね、ちょっと見ててあげて、勝手に自分で水がいいなと思ったら行っちゃいますからね。はい、こんな感じですね。はい、でこれは全然邪道で申し訳ないんですけど、大阪ランチューです。素揚げです。でこの大阪ランチューのちょっとエラバッグが気になって、それから色が少女色なんで、こう色の赤をつけるのと、それでエラバッグを直すためにこう、ウノランチュー、ウチングウノランチューメスをかけたいと思います。これがメス2匹です。これで3歳です。これは2歳です。ウノに比べて、大阪ランチューは成長早いんで、これで一応、ハイブリッドを作るために、まあ要は、両者の欠点を補うため、大阪ランチューのエラバッグを抑えて、色を少女色を赤にするためにちょっとこれで、かけてみます。で、この子供はすごいのを生まれると思います。ただこれを2世代目は難しいんで、2世代目やるのにはこれを取っといてもう一回かけ直しをしますね。兄弟掛けするか、親とかけないとその品種が維持できないんで、これは大切に取っておかなきゃいけないんで、メスの体型を取って、こちらから大阪ランチューの形質、鼻ひげあるとかそういうのを形質がうまく出てると大変よろしいんですけど、どういう結果になりますか分かりませんので、ちょっとやってみたいと思います。
これ大阪ランチの。はい。自分で出てきましたね。嫌がってないみたいです。今のが大阪ランチの、秋2歳です。これが宇野の、3歳です。さて出ていきますか、他の駅にいたんで。なかなかやっぱり行けませんね。まあ出ていくまでしばらくこうやってもう出してきます。やっぱりなかなかね。あ、出ていきそうです。はい、引っ込みました。出ていきそうですけど、縁を選んで、どうしようかなって選んでます。どうですか、水がありますか。しきりとね、エラ呼吸を多くしていて、ああ、引っ込んできましたね。まあ、導入は、金魚のこと考えて、ちょっと時間かかってもこんな風に、ね、付き合ってあげてます。水が上がってくると自分たちで出てきますよ。出たいんですけど出られない。これは水が違うなと思って見ます。はい、あ、一つ出ましたね。こっちの金魚は完全に三つ尾です。こっちはちょっと四つ尾かかってますけど、エラバックがないんでこれを入れました。どうでしょうか。まだ出てきません。5分したら切っちゃっていいですね。5分前で切っちゃってください。あー出てきましたね。また入ってきちゃったりしてこれ。ちょっと様子見て、ああ良さそうですね。ここ行っちゃいなさい、泳ぎなさい。はい、結構です。およ、はい、出ましたね。ちょっとじゃあこれで、まず未練がありそうよね。はい、未練がありそうですけど、こんな風にって、これ後で植木に巻いちゃいます。こんな風に、6月6日の今日は、6月の4日ですかね、4日ですけど、6月6日の、大潮満月に向けて、一応セッティングしました。まあ大阪ランチはあと2アラ取れれば十分だと思いますので、まあこんな感じです。ちょっと見てください。両方ハイブリッド作るのと、これはほぼうちの、本命のやつなんで見ていただければと思います。もうこっちはもうね、仲良く泳ぎが始めましたんで、いいと思います。ありがとうございました。あ、ありがとうございました。はい。